本当にすごい。お泊り会みたい。はい、本日のお題は妹にしたいファミリーメンバーは、じゃあ私、はい、いきます。なんとなくですけど、宇佐美はんなちゃんで、あ、もう妹感ありますよね。あるある、そのまま。私、可愛い顔が好きなので、うん、妹にしたいっていう感じがします。はい、素直だしね。はい、めっちゃいい子。うん、迷うな、どうしよう。あ、ラバーちゃんだったら、うん、ニコちゃん。あ、思った。確かにニコちゃんもしたいかも。ニコちゃん可愛い。面白いところもあるし、なんか同じ匂いを感じる。ニコちゃん本当天然じゃないですか。可愛い。可愛い。ずっとニコニコしてるんですよ、本当に普段から。本当に。パスカレちゃんだったらモモちゃん。ぽい。間モモちゃん。妹か。妹っぽいですね。あのなんか意外とすごい、意外とって言ったらですけど、すごい笑って顔がめっちゃ可愛くて、ずっと笑ってるイメージある。じゃあなんかいつもなんか嬉しいことあると言ってくれて、可愛い、報告してくれるんですよ。今楽屋分かれてるんですけど、わざわざ来て報告しに来てくれるね。今日うまく歌いました。可愛い。なんか妹みたいで可愛いなって思います。うん、可愛い。わーわー。やばい、聞き取れるのかな、みんな。でもあの、パソコン感があるから、はい、アルサちゃんとか。アルサちゃん、うん、確かに。ぽいな、妹っぽい。本当にカラオケ行きたいとか。歌うまくるな。すごい、聞いてみたい。一緒にする。歌うますぎて怖いな。とかかな。とかだ。でもラワー感があるから、まずニコさんとか。妹感強い。アグリクラブだったらリンちゃんかな。ありがとうございます。ガファ妹が来ました。私の妹だ。みんなの妹か。ハンナマジで妹だ。ハンナマジで可愛い。可愛い可愛い。すごい、みんな今日引きすごい。遠くで映ってる場所。はい、妹にしたいファミリーメンバーはズバリリーナさんでーす。もう私ちゃんとずっと言ってる。ありがとう。もうずっと言ってますよね。もう妹にするんだったら絶対にリーナさんがえですかね。なんていうんだろう、あの凛とした感じなのに、なんかあの幼い感じが実はあるっていう、あのギャップが。わかる、二人とも可愛い。伝わる。です。マホは難しいね。そうですね。あんまりなんかなんていうんだろう、バブったんじゃん。アイドル教室の中にはやっぱいないじゃないですか、その妹にしたいみたいな。先輩が多いからね。そうですね。シリノさんは先輩だけどね。確かにマホはなんかどっちかというと妹側の人間っぽいから難しいね。マホがお姉ちゃんってなると。ありがとう。あずさちゃんはエビシューマイ食べたから、エビシューマイ食べたら、そうなの。まあ、唯一、なんか遊びに行く予定を立てたメンバー。すごいね。デートしたいですか。あんまりそのジュニアちゃんとかと二人でご飯とか行かないもんね。そうですよね。めっちゃレアだよ。今度モンブラン行こうね、あずさちゃん。行こうね。これ見てたらリンナさん、モンブラン行こうね。無視された。撮ってます。妹にするならですよね。はい、妹にするならです。これガチで、サイカです。私からしたらみんな妹みたいで可愛いんですけど、はい。まあ、普通に一番仲良しだし、はい、だし、はい、嬉しい。妹になりたいです。いいよ、今いい不在なんで妹。やった。あ、ねえ、りんちゃん。はい。あ、まほ。はい。キンコンカンコン、キンコンカンコン。みなさん、こんにちは。本日はまたでもファンのみんなセトリを決めて公演にお越しください。誠にありがとうございます。ならみんなで仲良く楽しく盛り上がっていきましょう。それでは、おもろくメンバーが起床します。もう少々お待ちください。します。以上、高専の徳川あすみでした。
汗だくん超いい説明だった、ま、ごめん練習したけど全然なかった。はい、本日はまた年俸ファンの皆さん悟りを決めた公演でした。イエーイ。ということで今回も、また私たちにか組まなさそうなセトレができまして、はい、はい、大変楽しまさせてもらいました。楽しかったです。はい、楽しかったです。ということで来週はモホちゃんのセトさんです。